ミヤマコゴメグサは、ハマウツボカコゴメグサ族の一年層。高山植物。従来のシニエングラー体系、クロンキスト体系では、コゴメグサ族は、ゴマの歯サかに含められた。茎は単一、またはわずかに分子して直立し、高さは6から20センチメートルになり、下向きの白い靴毛が生える。葉は耐性し、株のものは小さくチューブのものが、最も大きい。 洋芯は、到来形、または、ヘラ状で、長さ5から10ミリメートル、幅4から6ミリメートルになり、先端は鈍く基部は急に狭まって、くさび型となり、洋兵は、ほとんどない。葉の上半分の円に、少数の鈍い挙子があり、葉の両面ともに毛がない。下記は7から8月。茎上部の溶液ごとに一毛をつける。茎の上部は、紅葉,葉となり、洋状で小さい。 下敢は白色で紫色の筋がある。下敢は神経で上唇の先までの長さは8から9ミリメートルで2列し、下唇の長さは上唇の約2倍の長さがあり、大きく広く3中列し、中列辺に黄色の斑点があり、難毛が生える。格闘は交渉形でほとんど毛はなく、長さ4ミリメートル、幅2.5ミ、mm、リメートルになり、 中ばまで四列し列編の先は尖る。果実は、トーラン系の果てで、長さ5ミリメートル、幅2.5から3ミリメートルになる大型の種子が、3から5個入る。日本固有種。本州の中部地方の北アルプスを中心に、山形県から滋賀県に分布し、阿公山帯から高山帯の乾燥した草地に生育する。高山植物。タイプ標本は、 白山で採集されたものである。抗義の種ユーフレジアインシグニズとしては、本州、四国、九州に広く分布し、地域ごとに少しずつ形が異なり、大きく、サブスプ、インシグニズと、サブスプ、イーヌマエの二群に分けられる。和名、学名は、イストによる。小米草は、咳、蓄納症、花粉症、眼性疲労、血膜炎。 空間式失調などの病気の治療に使用される。ありがとうございます。